紹介ありがとうございます。理研の有田です。で、このプロジェクトは、2期目でして、第1期目に作成したマスバンクおよびバイオマスバンクを、さらに、皆さんに使いやすくするという目的で、行っております。で、共同研究者として奈良先端大の金谷先生、それから上総 DNA 研究所の桜井先生に、協力していただいております。で、そもそもこのマスバンクというデータベースが今まで10年間、今でちょうど10年目なんですけども、10年間やってきているんですけれども、どうしてそのマスバンクを、変えようと思ったかという動機から話させてもらいますと、皆さんがメタボロームという言葉を聞いた時に、まず、細胞の中の代謝が全部測れるんでしょうと。で、その測った代謝物で、例えばじゃあ生物ごとにどういうものが入っているんですかっていうのを一番最初に持たれる疑問だからだと思うんですね。ところが、その答え、それに対する答えというのは実はできなくて、まだメタボロームというのは全然網羅的に測れていない。そこの点ではゲノムとか、プロテオムも僕網羅的に測れてると思ってないんですけれども、ゲノムやプロテオムに比較してもまだまだメタボロームは全然到底できてないという状況です。で、リソースとしてはたくさん、プロジェクトの中でも作ってきていて、一次ゲノムでいうと例えばジェンバンクとか DDBJ、プロテオムでいうと PDB の話が昨日もありましたけれども、それに対応するようなデータベースというものは メタボロームにもあります。ただ、そのメタボロームのデータベースというのはほとんどは化合物の構造のデータベースなんですね。で、化合物構造というのはもう100年以上歴史が、昔からいろんなところから天然物化学等でやられている知識があって、論文の中に、たくさんデータが溜まっているわけです。特に最近は、レポートの数が非常に多いので、パブケムっていう最近アメリカ NCBI がやられているデータベースは、これも1000万化合物ぐらい入ってしまってますし、これはイギリスの方がロイヤルソサイティがやってるケムスパイダーというデータベースにも何百万化合物というレベルでデータが入っています。ただ、これらの化合物は薬品、医薬品なども入ってますから、メタボローム、整合成される化合物だけではないわけです。そこで、奈良先端大の金谷先生のところでは、ナップザックデータベースといって、植物の、特に天然物、最近植物以外の菌類とも入ってますけれども、天然物に限った形で化合物を論文から、文献から収集して、5万化合物以上のデータが蓄積されています。それから上総 DNA 研究所の方では、さまざまな、特に植物中心なんですけれども、計測していて、その計測データはマスベースというデータベースに蓄積してきました。で、マスバンクは、これはリファレンスのデータベースでして、実はその天然物とかを測ったものではなくて、もともとは試薬瓶から取った試薬を計測して、そのスペクトルを蓄積しているのがマスバンクデータベースになっています。で、一応そういうリソースとしては、ジェンバンクであるとか PDB に対応するようなものを今までに構築してきました。そして、世界共通の ID だったら、ジェンバンクだったらジェンバンクの ID があり、アクセション番号がありますし、 PDB も有名な4文字の ID 番号を作ってますけれども、それが実は今までマススペクトルとかメタボロームにはなかったんですね。パブケムにも ID ありますし、データベースを1個作ったら必ず ID というのはつくんですけれども、実はここの上記のパブケムとかケムスパイダーというのは、たくさん同じ化合物が重複して入っています。だから1000万化合物って言っても、本当の化合物数ってわからないんですよ。そこで、これはただ我々のプロジェクトだけでユニークな ID 作りましょうって言っても仕方ないので、海外との連携もありますから、海外のグループと共同して、じゃあ何が一番いい ID かということをずっと、もうカンカンガクガク、もう何年間も議論した後、最終的に結局はインチーキーというのを使いましょうと。で、このインチーキーというのは、勝手に番号を振るものではなくて、化合物の構造が必要です。構造ファイルを入力としたら、それをある特定の一定のアルゴリズムによって、アルファベットの文字列に変換してくれると。で、そういうふうに、アルゴリズム的に構造を入力として変換する、コードを ID 番号にしましょうと。で、これは化合物の構造の ID になるので、マススペクトルには ID がまだついてない。だから、このプロジェクトでちょうど論文化できたんですけども、スプラッシュコードっていうのをみんなで世界のメインの研究所の間で合意をして、このコードをこれからみんなつけていきましょうというところで合意したところです。だから話がちょっと長くなりましたけれども、一次情報であるとか ID というのは大体揃ってきたというわけです。ところが、まだ抜けている部分がメタボロームにはあって、それは何かというと、リファレンスの情報なんですね。例えば配列であると、レフセックっていうデータベースがあって、例えばこの酵素の遺伝子だったら、いろんな生物種から集めて、大体こんなアミノ酸の配列っていう遺伝子の
まあ、大雑把なリファレンスのモデルというのがあります。ちょうど先ほどモデルの話がありましたけれども、まあ、いわゆるその現実の配列のコンセンサスを取ったような配列アライメントを取ったようなそのモデルというものがレフセックに入っているわけです。それからタンパク質の機能についてもユニプロットとか昔はスイスプロットというデータベースがあって、そこに行くと大体その機能のリファレンスがあって、その機能のリファレンスを持っている具体的な配列は何ですかといった問いに答えられるようになっているわけです。でメタボロームにはそのリファレンスがない。例えばこの化合物のスペクトラはどんなのですかと言われても、この機械で測ったらこうです、あの機械で測ったらこうですとなってしまいますし、例えばこの生物の中に含まれるメタボライトは何ですかと聞かれても、この機械で測ったらこのリストで、あの機械で測ったらこのリストでしたってなるわけです。だからそこに対応するリファレンスを作りたいというのがこのプロジェクトの動機だったわけです。でその生物に対する代謝物の一覧を作るためには、どうしてもその生物種っていう軸を今までの研究の中に入れていかないといけないんですね。例えばゲノムが分かって、そのゲノムの中から酵素を予測してメタボリックネットワークを再構築してメタボロームを予測しましょうなんていう研究はみんなやってて、たくさんデータベースも作られているんですけれども、それはただ、特定のゲノム配列に対してそこからインファーされる、そこから導出されるメタボロームを予測しているに過ぎなくて、実際測ったら本当に作っているかどうかも分からないわけです。ですから1個ここにスピーシーズという軸を立ててですね、でここにちょうどナップザックデータベースといういいデータベースがあるので、文献情報でその生物種について報告されている代謝物情報を見て、でそれから我々はかつては DNA 研究所で実際に測っているメタボロームのデータ、あと立研で測っているデータもありますから、そのデータと照らし合わせて、でさらにその照らし合わせたデータをマスバンクのスペクトルと合わせることによって、実際に生物種の中にどういった代謝物があるのかが分かるのではないかということでプロジェクトを始めました。でプロジェクトの成果物としては、このようにまず情報源としてナップザックデータベースの拡充であるとか、カズさんの DNA 研究所の方では新しくメタボロノートという実験プロトコルのデータベースを作りましたし、僕自身はマスバンクを、まあ使ってこれらの情報を統合するために統合しやすいウィキを使ってマスバンクウィキというものを構築してきました。でこれだけでは国際連携までいきませんから、海外と連携するためにスペクトルをシェアするためのクラウドベース のスペクトルのクローラーであるとか、アノテーションを早くするためのパイプライン、いろんなものを作ってきたわけです。でこれからその紹介をしていきたいと思います。まずですね、情報源としてナップザックがどのように新しくなったかということなんですけれども、このプロジェクトの間に化合物と生態学的な活性、それから化合物とそれの人体における影響という意味での生理活性のデータを、まあ、それぞれ1万エントリーずつぐらい増やしてあります。でこの生体活性というのは人への影響ではなくて、例えば、ボラタイルであったら揮発性の物質であったら、その揮発性の物質に対してどういう昆虫が影響を受けるかといった、そういう生態学的な情報を、記入したこのトリプル、代謝物と生態活性と、影響する生物種というトリプルを入力したものです。で、まあ、具体例から言いますと、例えばこのピネンっていうテルペンがあるんですけども、このモノテルペンって言って、モノテルペンっていうと普通森林の中に行くと香りの成分っていう形でリラックス効果があるだろう何度のと言われている、そういうタイプの、あとハーブの精油とかそういった部類なんですけれども、このピネンっていうのはもともと名前が松の木から来ているので、ピネン、パインツリーから来るからピネンなんですけれども、まあ、そういう松の木とか松ヤニっぽい成分なのかなというふうにイメージとして思ってみると、このナップザックデータベースで検索するだけで実はトマトとかみかんにも入っているよということが分かると。だから特にその針葉樹とかそのテルペン松ヤニ系の匂いっていうことではなくて、身近にあるものにもこのピネンが入っているっていうことが分かるわけです。それからこの生理活性のエントリーも今ナップザックに入ってますから、さらに人間にとってはどういう影響、我々の社会生活においてどういう影響を効果を持っているかというと、抗菌活性を持ってますよっていうことも分かるわけです。でこの大きい円のチャートがそれぞれそのエコロジカルに見た活性と、それからヒューマンヘルスにとって見た活性の、まあ何て言いますか、統計値なんですけども、非常に多くのエコロジカルな活性として、ちょっとここ見づらいですけれども、アンチマイクロバイアル、だからこの抗菌活性っていうものが非常に多くの割合を占めていることが分かりますし、人にとっての化合物の活性でいうと一番ここを大きく占めているのはトキシック、つまりその毒を持つっていうような記述が多いということが分かります。
このように、まあ、新たに化合物の活性のデータを、まあ、一次情報としてたくさん集積してくれました。そして上総 DNA 研究所の方では、新しくそのメタボロノートというデータベースを立ち上げまして、これはですね、実験結果そのものではなくて、実験のプロトコルを記述するデータベースになります。で、今日もどこかで話があったと思うんですけれども、そのメタボロミクスにおいてはですね、実験のデータだけあっても、その大量データだけから知識を出すっていうのはほぼ不可能で、そのメタデータが非常に重要なんですね。どのように取られたデータなのか、どの機器でどういうクロマトグラフィーを使って、でどういう、まあ、スキャンスピードでどういう、まあ、イオン化を使ってっていう、非常にその細かい情報がないとですね、データの比較は当然できないわけです。まあ、細かい情報があってもデータの比較難しいんですけれども、でそういった情報だけを、まあ、集めて収集するメリットは何かと言いますと、各研究グループごとにどういうプロトコルを行っているかというのがすぐに分かる。だから例えば自分が出しているデータと同じようなデータを出している研究機関があるかということは、このようなデータベースで情報が蓄積していけば分かるわけです。それから、例えば、まあ、たくさんマスを測っている側からすると、測っている時のプロトコルというのは一つの研究グループだったら大体揃っているんですよ。そんなに大きく変えないんです。ですから一旦このデータベースにそのデータを入力しておいて ID 番号を取得しておくと、自分のところで同じようなプロトコルで測る場合にはその ID 番号を記載するだけで同じプロトコルだということがすぐには他の人にも分かると、そういうメリットが出てきます。それから実際の計測でいうと、ここに書いてありますけれども、141生物種を含む実験セット、77件でサンプルは1000件以上計測していて、そのデータというのをマスベースというデータベース、それからコミックマーケット2というデータベースの中で、マスベースがローデータが入っているデータベースですけれども、その中からピックピックをして、どういった代謝物があるかという情報をコミックマーケット2の方から公開してくれています。こうするとですね、特に上総 DNA 研の方では、我々がまあ普段口にする野菜を多く測ってくれていて、20種類ぐらい測ってくれていて、その中にはあのアブラナ科の例えば大根であるとか、パクチョイ、あのチンゲン菜も入ってますし、フキといったちょっとこう和風の野菜も入ってますし、それらの野菜の中にどういう代謝物が入っているかということが分かるわけです。で例えばこうちょっと書いてありますけど、レタスなんかは、僕なんかはあんまり味がない野菜だから何もピークは出てこないんじゃないかと思ってたんですけれども、聞いてみたら実はかなりピークはたくさん出ていて、代謝物もそれなりに入っているということが分かっています。でこのように今10テラにもわたるデータをこの期間内に勝田は計測してくれたわけですけれども、その計測データをどうやって処理するかというと、このパワーゲットというソフトウェアを使ってアノテーションをするわけです。アノテーションというのは機械が出してくるローデータで、まあ、普通何百メガっていうデータを出してくるわけですけれども、その何百メガのデータの中から代謝物と思われるピークを抽出する作業です。で、その代謝物のピークをピックアップしたものがマスベースというデータベースの中に入っているということになります。でこのソフトウェアというのは、まあ、かつた DNA 研究所は受託解析も行っているんですけれども、その受託解析の、まあ、メイン のワークフォースとして使われていますし、最近でいうと京都の工芸繊維大学 の授業でも使われるようになっていて、少しずつユーザーが増えている状況です。でこのような、プラットフォームを使って、今回かつたで非常に頑張ってやっていただいたのが、このフラボノイドサーチ、フラボノイドのフラグメンテーションのパターンをデータベース化するという作業です。これはですね、フラボノイドというのは僕自身もデータベース作りましたけれども、7000ぐらい あるんです。単量体で7000ぐらいあって、構造も炭素の骨格も、まあ、様々なバリエーションがあるんですね。それらのバリエーションのあるものをできる限り商品を購入して、実際にマススペクトルを計測し、でその計測したフラグメンテーションのパターンを、まあ、手作業でですね、全部アノテーションをしてもらって、でそのアノテーション結果に基づいて7000近い他のフラボノイドの構造にもルールを当てはめて仮想スペクトルを構築するという作業です。でこのように仮想スペクトルのライブラリができるとですね、今までは表品がないものにしか今までは表品があるものしか同定できなかったところがですね、表品がないようなフラボノイドも同定できるようになってくるわけです。もちろんそのためにはこのスペクトルライブラリが正確でないといけないんですけども、その正確を期す努力はしておりまして、野菜の中で実際に測ってみると、さまざまなフラボノイドが、今まで知られていなかったフラボノイドがたくさん見つかるということが分かりました。でこのように
奈良県と上総 DNA 研究所の方でたくさんの情報を出してくれているんですけども、それをまとめる、プラットフォームとしてマスバンクのウィキバージョンというのを構築しました。でこのマスバンクのウィキバージョンというのは今までのマスバンクと大きく違うのは、まあ、こういったデータと連携するためのウィキを作ったというわけです。マスバンクは今まで、標準スペクトルだけを格納してきて、そのスペクトルが実は何化合物に対応するかさえ分かっていなかった。それはどうしてかというと、スペクトルとしてスペクトル1件スペクトル2件という形で受け入れていたものの、そこで付けられているアノテーションの化合物名が例えば一致していないとか、そういった問題で何化合物かも分からなかったんですけれども、今回全てのスペクトルにインチーキーというコードを付与して、化合物の構造からキーを付与して、そのキーをもとに整理することによって、マスバンク自体4万件以上のスペクトルがあるんですけれども、まあ言い方悪いですけど使えるスペクトルを選ばせていただいて、2万3000件でおよそ3000化合物のスペクトルに関してはマスバンクウィキの中から再公開するという作業を行っています。でその時にマスバンクはもともと化合物の情報であるとか測定実験条件も、まあ、一つ一つのレコードの中に書かれていたんですけれども、それを分解してですね、でこれも人によってレコードの書き方が違ったのを全部その順番を変えたりとか、中の記述を書き換えて、測定方法は全部メタボロノートの方に移動する。で化合物情報はマスバンクの中から除いて、できる限り他のデータベースに依存すると。で特にあの化合物の構造の絵なんかは以前のマスバンクは自前で中で持っていたから、マスバンクにデポジットするときには構造のデータも一緒にくださいって言わないとダメだった。またはそのマスバンクの中でデポジットされたスペクトルに対して構造一つ一つ自分たちで作ってアップロードしてたんですけれども、それを全部外側 API を使って外のデータベースから取得することによって、化合物の情報はいらないデータベースへと生まれ変わりました。でそれからマスバンクは今まで Java アプレットっていう技術を使ってあのスペクトルの表示を行っていたんですけども、これがちょっと不幸にして Java アプレットが使えない世の中になってきたので、 JavaScript という、まあ、最近の流行りの方に全て移行することも行いました。で このように、まあ、国内ではかなりまとまってあの情報整理ができたんですけども、かなり苦労したのは国際化の方で、先ほどインチキーを使うということをっていう取り組みについて話しましたけれども、このスプラッシュコードというのをあのつい最近、論文化することができました。これはかなり長いんですけども、スプラッシュコードというのはマススペクトルだけじゃなくて NMR 等のいわゆる一般的なスペクトルに対応するハッシュコードになります。4つのブロックからなっていて、一番初めがバージョン、ここのバージョンのところでスプラッシュ10って書いてありますけど、この10の数字を変えることによって NMR スペクトルも対応します。でその次に0002ってこの例では書いてありますけども、このところに質量のハッシュコードが入っていて、その次にインテンシティ、マススペクトルなんで、あのマスピークと質量の重さのところに高さがあるわけですけども、高さのハッシュコードがインテンシティのところに来て、それから全体のハッシュコードを一番最後にくっつけて、でハイフンでつなぐという形で、実はまあ30文字以上の長いコードにはなるんですけども、マススペクトルが与えられれば機械的にこの、あのハッシュコードを作るということができます。でこれを世界の、まあ、メジャーな10機関ぐらい のメタボロミクスやってる間でコンセンサス、もうこれでいいよねっていうことでコンセンサスを取って、やっとあの論文にすることができました。これが今度ネイチャーバイオテクノロジーでしたっけに、メイン大きいアーティクルじゃないんですけども、コンセンサスとして載ることになっています。でコンピューテーショナルメタボロミクスっていう言葉も最近できてきて、来年の3月にですね、その関係者で湘南に集まって缶詰で3日か4日の間議論して、このスプラッシュコードをこれからどう使っていくか、それから世界でどのようにデータをシェアしていくかというのを議論していきたいと思っています。それからもう一つ重要なのが、計測されたスペクトルだけではなくて理論ライブラリを集めるという、内容です。グリセロリン脂質、ベタイン脂質、マク脂質を中心に最近、理論スペクトルを作ってまして、先ほどフラボノイドの話しましたけども、現在理研で行っているのはセラミドという、これもまたマク脂質の理論ライブラリの構築です。でこれらのデータを、世界でシェアするために、クラウドを使ったクロールシステムというのを、このアキーさんって言ってるんですけども、あのこのプロジェクトでこうあのフルタイムで、雇っている研究員の人にかなりの年月をかけて作成してもらいました。このクローラーができるとですね、国内のそのマスバンクのウィキのデータと、それから
アメリカとヨーロッパで動いているマスバンクのミラーから自動的にデータを収集して、でそれらの結果を、まあ、あのユーザーが勝手に API を使ってダウンロードできるというのになるわけです。でメタボロムモデルの話をちょっともう少ししなきゃいけないんですけども、実はメタボロムモデルっていうのをこうやってたくさんいろいろツールを使って作ってみるとですね、ゲノムからアサインされるメタボロームと、それからメタボロミクスで測れるメタボロームと、それから文献から出てくるメタボロームが全然一致しないということがよく分かってきました。文献というのはですね、皆さん非常に微量な成分とかホルモンとかに興味があるんですよ。例えば植物だったら何かカビに取りつかれた時に出すファイトアレキシンとか、そういうものが文献として記載されています。でこんなのは普通メタボロームやろうがゲノム見ようが分からないんですね。でゲノム見て分かるのは基礎代謝物ばっかりで、メタボロームで分かるのは基礎代謝物っていうよりはむしろ二次代謝物なんですね。で二次代謝物がどうやってできるかっていうのは分かってない方が多いので、実はゲノムのベース そのメタボロームデータベースと言われるんですけど、ゲノムベース そのメタボリックリコンストラクションと言われるものには全然入ってないっていうことが分かりました。だから最後ちょっとすいません、これ最後のスライドなんですけども、結論としてはメタボロームモデルで作ってみると、実はそのディシプリンによって出ているリストが全然違うねっていうことがよく分かりました。それから特に二次代謝物っていうのに僕は興味あるんですけども、この二次代謝物は先ほどファイトアレキシンの話をしましたけども、環境依存なんですね。その植物がぬくぬく育てたら作らなくて、何か感染した時に作るようなものっていうのもたくさんあるんです。だからそういったものっていうのを今後きちんと拾っていかなきゃいけないなってことがよく分かったので、今後はですね、環境であるとかそのケミカルコミュニケーション、他のスピーシーズとのインタラクションによるメタボロームというところに重点を置いて、まあ、あと半年ありますけれども、モデルを作っていきたいと思っています。以上です。すみません、オーバーして。ありがとうございました。ありがとうございました。